はい、どうぞ。はい、今日は石割山に来ました。来ました。で、今から登山をします。はい、行きましょう。カズ、見てみて。クマ出没注意って書いてあるんだけど出るの？でもさ、このクマって北海道でよく見るクマちゃんだよね。もう端っこ遊んでる。へぇ、山の子。はい、行きましょう。はい、あー、マジだ。とりあえず逃げるん？クマいたよ。待って。これか。いやー、これか。すごいな。これか。400何段だよね。何？何段だっけ？400何段でしょ。神社。おっしゃって。これ。うわ。初めてかもしれない。なんすかこれ。何これ。ひょへー。はい、行きましょう。ゆっくり行こう、ゆっくり。見えてるのはさ、200段ちょっとだよ。もっと。あれ半分だ、これ。これ終わりじゃないの？まだ。蛇だって上がってきたの、あれ。天然水したの。冗談だろ。だって結構さ、向こう側のさ、山。日本一の階段？日本一の階段どこだろうね。ベンチはさ、静岡の方にあったじゃん。ベンチ静岡じゃない。あ、石川じゃなかったっけ？どこだっけ？違うよ。ただ入り口にあって。うん。あ、でも石川だったね。日本一の階段登ってみたいね。日本一は集めてみよう。日本一大好き。日本一大好き。で、日本一のとこ行って、これ YouTube とかで公開したいね。あそこ行かないでしょ、また。え？日本一まずいラーメン屋。日本一まずいラーメン屋。どこだっけ？あ、そっちの方にある。ほい。450ちょうど。450。待ってるから。403なんだ。はい、それが見て、あのさ、木の端っこはピンク色でしょ。見える？八尾の木々がさ、ちょっとピンク色。あ、本当だ。目だね、あれは。春が。春が。どれ？な、こういう。全体的にほら、いい。これだね。山があるじゃない。木が生えていて、木の先っぽ。じゃあ、置いていくの。置いてください。桜の時期が持ったら綺麗かもね。桜いっぱいだね。桜置いてるんじゃない？うん、歩きやすいね。尾根道だ、尾根道。あ、山の子見える。うわ、山の子だっち。これはなかなか面白かったです。これすごい。これ、違う、これか。キャンプもするんでしょ。そうですね。私もね、すごい。ちっちゃい時にね、しましたよ。地面に5、6回目のキャンプは。それはさ。よし。はい、はい。はい、じゃあ。お、確かに石っていう字に似てはいる。あ、でも石っていうふうに似てはい、はい、見てください。見てください。お。これ、うん、すごい。なんだこれや。うわ、なんだこれや。3回回るんだよ。え？3回。すごい。怖い。わあ、すごい。これはすごい。なんだろうこれは。なんで3回なんだ。すごいこれが。ほこりが。2周、あと2周。うわ。すごい。すごいね、これ。すごいね。これすごいわ。
ちょうどいいな。取りやすそうだね。3回目じゃ。お疲れ。どうだった、サトシ。最初やってきた。やばいやばい。よし、ご利益あるぞ。兄ちゃん、サトシした？あと10回は行きましたね。楽しいですよね。ハイキングも全部入れて20回行きましたよ。すごいですね。年々増えて、そのうちも元気元気。友達の方とおかしいなこと。山登る人はみんな元気なんだよね。年齢関係なく。町長？人がいるってことは、あと高圧電線があるってことは、そういうことだろう。とりあえず石垣山かな。どこだよ。結構いいペースで登らせる山だね。きつくもないけど楽でもない。ここ頂上じゃないの？わかんない。見てみよう。おはようございます。おはようございます。おすごい、あ快晴ですね。今日曇りって言ってたのに。おーこれはおーこれ石垣山頂上だ。これはすごいなぁ。おはようございます。どやどやあの黄色いのなんだろうね。黄色いの？これは見事だね。自衛隊か？すっごい見渡せるね。これはいいや。石割山1413m。 5m。 おお。はい、レポーター。おはようございます。はい。ここどこですか？あの、なんて石割山の山頂。山頂ですね。向こうに見えるのはあれ何？高尾山違う？あ多分あそこ、あの山、ここら辺。次、平尾山？平尾山？行くんだよ。行くんだよ。あの山に行くんだよ。あの山経営して戻るから。富士山に向かって行きましょう。富士山に向かって。でもこの富士山本当綺麗だね。こちらは大変じゃない？完璧と言えるほどの綺麗だ。うわぁ、怖えよ。カメラしまう。それ、触りながら生きてる人いるみたいだけど。もみの木だ、もみの木。危ない危ない。すんげえ滑ります。よし、すんげえ滑ります。尾根道、尾根道ね。ん？綺麗だからおすすめできるよね。これおすすめ。あ、見てほら、ここ綺麗。あ、なんかあるよ。あ、これじゃん。神社みたいのあるよ。神社？うん、なんか神社？神社？あれついちゃった？しょうが？え？いや、まだこれ違うだろ。なんかついちゃった。あ、平山、あれ？ついちゃった。この、これおすすめですね。うん、これはおすすめですね。あれ。でも、あれは別荘だね、全部。別荘だね。泣き別になってる人もいるし。泣き別。ここどこ？山頂？うん、ここだ。お菓子食べようぞ、お菓子。食べ放題だ。ここはなかなか。こんにちは。そんなに深くもなく、尾根道が最初の階段だけがきついけども、これはなかなかおすすめです。あと見てのりか全部綺麗。あ、うん。さっきでもやっちゃったね。ちょっとね。いいの入って。あれ、マツコが上がってる、石割山の向こうに。こっちに下ります。お父ちゃん見て。ちょっと待って、うん、行くぞー行くぞー行くぞー。ずっと暗いですか？行くぞー。ずっと暗い。そのね、棒ね、すごく危ないからね。はい、はい、軽快に下っててください。よ、下りは野間家の真骨頂。下るぜ、ヤッフー。速攻下り。膝気をつけてな。そっちじゃないよ。こうやって疲れる。広いんだけど、これを見そう。これ石割駐車場10分現在地。こっち、こういうの書いてある。これありがたいね。一気に下るぞ。これ気をつけて。これ一気に下るな。おお、結局階段じゃん。結局階段じゃん、やっぱり。はい、頑張れー。ちょっとさっきの撤回しましょう、これ。ですね、結構ね、傾斜が、下りが激しいんですよ。だからね、
登山靴がない人はこれはね滑るかもしれん。ねえノリ、登山靴はこれ危ないかもしれん。おお、止まれ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 。おい、もう結構これもなの傾斜。動画じゃ伝わらないけど結構下りが激しい。よいしょ、こういうところで、ほい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 、ふつふつ。うん、ヘビさんはさ、みんなを滑るからなっちゃったんだけど、うん、これはね、は変わんないか、ちょっと膝が弱い人な、この下りはきついかもしれない。どっちみち上りも下りも階段はあるし滑るしでね、靴があってある程度慣れてしまったらちょうどいい、滑る、ね、足慣らしだけど足がさ、こう、うん、見えた？早っ、予定より最速早いくらいの？早いね。おや、うん、おやっと子供たちが早いんだよ。走ってるもん。今回疲れなかったね子供たち、うん、一回も黙りこくってないし、ジョギングですよ、朝のジョギングが効いてるんですよ。はい、現時刻11時27分、ほぼ2時間半。うん、実質2時間だね。こっちか、こっちだ。よいしょ。はい、お疲れ。はい、サスお疲れ。はい、両一お疲れ。あ、こっちだ。あれ、やいよ。なんか聞いた、さっき。お疲れは。乗りこす。なに？さっき聞いた？なに？なんて？もうついちゃったよ。もうついちゃったのって？誰がいた？余裕？余裕だよ、余裕、いなくね、そうです、余裕だった。やっぱ朝の時に聞いてるね。別どうだった、どうだった、全然飲めない、全然余裕、全然余裕か。恐ろしいこと言うな。でも足かいてる。もう一回行く、いや、いいよ、2回ぐらいは消すもんだけど。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうする、お風呂入る？